さて、カバーアップ、プレイしていきます。ストーリーセレクト、これは本だな。背表紙かな。選べるのは、右端のプロローグのみか。あなたは姉を持つ弟です。姉の誕生日がもうすぐだということを思い出し、久しぶりに連絡を取ることにしました。お姉ちゃん久しぶり。お、久しぶり。突然何？びっくりした。もうすぐ誕生日じゃん？何か欲しいものあるかなって。最近出かけてないからな。誕生日ってことは2月ももうすぐなのか。この2月限定販売のやつ、ロゴも超可愛いの。お姉ちゃん、コロンとかつけるんだ。でもそれ高くない？さあ、値段までは見てないな。もう、わかったよ。後で調べて連絡するから。クマ、連絡待ってる。鹿、でした。ずいぶん紳士的な鹿だな。これ私は紳士的な馬になるべきか。いかがでしたか？申し遅れました。私はこの館の案内人です。案内人か。羊でもなく、案内人の鹿。この物語には続きがありまして、連絡の後姉は死体で発見されます。驚きましたか？驚いてはいる。よりも、困惑の方が大きいかな。まだちょっとシステムがよくわかってないとこあるし。ご覧いただいた物語は、何かが隠蔽されています。はい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 。推理をして物語に隠された真実を探り出す。それがこの館での楽しみ方です。なんかちょい悪趣味では。謎を明らかにしたとき、あなた様はその隠された物語に驚かれることでしょう。失敗にペナルティはございません。え、本当っすか？本当っすか？何度でも挑戦ください。真実が姿を現すまで。ああ、プロローグや今の鹿の説明。で、姉のメッセージっていうのが出てきたけど、これは今の話の続きが出てくるのかな？あなたは姉を持つ弟です。姉の誕生日がもうすぐだということを思い出し、久しぶりに連絡を取ることにしました。連絡後、姉は死体となって発見されます。お姉ちゃん久しぶり。お、久しぶり。突然何？びっくりした。もうすぐ誕生日じゃん？何か欲しいものあるかなって。これは、さっきの続きっていうわけじゃないか。ああ、じゃあ、さっきの続きが、この後また来ると。え、今ので終わり？え、今の続きがあるわけじゃないんだ。何か気がつきましたかと言われるとごめんなさい。ちょっと続きあるもんだと思って、かなりさらっと流してしまった。何か、いや、強いて言うなら W つける位置がすげえ小賢しいなってことぐらいで。どうしよっか。これ、ノーを選ぶと何なんだ？その立派な角でザクッとか。あ、もう一度言いますか。だからそういうことなのね。読むか、脳を選ぶと何になるんだ？やっぱ刺されるのかな？ヒントってあるな。ヒントはちょっと、ごめんなさい。見ないでおくか。もう一度、ちょっと今度はしっかり読んでみましょうか。何かが隠蔽されてるっつってるよね。ちょっと注意深く見てみるか。とは言っても割と普通に会話してるだけのような気もするんだよな。途中でアイコンが変わってるとか。久しぶり。突然何？笑。びっくりした。もうすぐ誕生日じゃん？何か欲しいものあるかなって。最近出かけてないからな。出かけてないは、なんだ、引きこもってるか監禁されてるとか。誕生日ってことは2月ももうすぐなのか。これ自分の誕生日がわかってるか。コロン、2月限定販売のやつ、ロゴも超可愛いの。
ロゴも超可愛いの。これが臭いか。いや、わからんけど。コロンって、お菓子じゃないよね。香水的ななんかだよね。コロンとかつけるんだ。でもそれ、高くない?笑。それを笑つけるところが、小賢しいなっていうことぐらいで。普通か。さあ、値段までは見てないな。もうわかったよ。後で調べて連絡するから。熊。あ、熊じゃなくて白熊とか。うさぎかもしれん。連絡待ってる。開業がおかしいぞ。あ、開業の位置がおかしいってとこには気がついた。もっかい読み直してみる?一応気がついたからイエスにしてみる?どうしよっかな。ちょっとシステム先に知りたいんでイエスちょっとさせてください。あなたが導き出した真実が正しいかどうか、今から私がいくつか質問をします。心の準備はよろしいですか?あ、そんな心の準備必要なんですか?だ、以上、うぶだ、と思う。メッセージに隠された意味は何ですか ?SOS、告白、脅迫、遺書。ああ、そういうやつ?縦読みっぽいからもう一回読み直してみればよかったか。脅迫はちょっと違うよな。遺書か SOS のどっちかだとは思うんだけど、とりあえずもう一回読みたいから、一旦なさそうな告白あたりにしてみるか。告白、港かなえかしら。姉の死因は何でしょうか?自殺、他殺、事故、自然死。縦読みで SOS 出してんだとすればまあ他殺、もしくは自殺。事故と自然死は、なんかもう物語として破綻するもんな。もう一回聞きたいがちょっと自然死させていただきます。どうやら違うようです。ああ、何か気がつきましたかに、あ、戻んのね。オッケーオッケー。あ、でもさ、もう一つだけ、これちょっと脳選んでみたい。あ、で、ここに来るのか。オッケーオッケー。ちょっともう一回読ませてください。もう気がついてる方も結構いるんじゃないかなと思う。音、う、さ、あ、あー、あー、もうこの時点で分かったか。音、う、さ、ん、に、ころ、さ、れるか。なるほど。だとすれば、SNS、SNS じゃなくて SOS の、何があったっけ?自殺、事故死、自然死と、他殺か。SOS の他殺。正しいようです。お父さんに殺される。姉のメッセージには、弟への SOS の言葉が隠されていた。弟は何も知らず、姉の誕生日を楽しみにしているのでした。うわぁ、救われねえなぁ。SOS が隠されているなんて思いもしませんよね。まあ思わんよね。弟くんもそうです。姉との何気ない会話だと思っていました。お次は、冬、雪の日の物語。身も心も凍るようなお話です。はい、これでクリアでいいのか。なんというか救われない話だったな。雪の降る日に、あなたは友人とバスに乗っています。今日は友人とバスに乗って、スキー場に行こうとしている。バスは山道を進み、途中友人がお腹が空いたと言ったので、バスから降りた。バスはしばらくするとまた次のが来るので、ご飯どころでゆっくりご飯を食べることにしたよ。そのお店には、備え付けのテレビがあり、先ほど乗っていたバスが雪崩に巻き込まれていた。私は降りてよかったね、と友人に言った。すると彼女は、降りなければよかった、と言った。
何か気がつきましたか。いや、気がついたかと言われれば気がついてないんだけど、降りなければよかったっていう友人の発言、主人公の発言にはそこまで変なことはなかったよね。あのまま乗ってたら俺たちも雪崩に巻き込まれたっつーことだったわけだし。自殺志願か、それとも主人公を恨んでいたと思いきや自分も巻き込まれるもんな、友人もな。どういうことなんだろうか。ちょっともう一回読みますね。これ実はバックログで読めたりする？するかも。スキー場に行こうとしてる。バスは山道を進み、途中友人がお腹が空いたと言ったので、バスから降りた。バスはしばらくするとまた次のが来るので、ご飯どころでゆっくりとご飯を食べることにしたよ。そのお店には備え付けのテレビがあり、先ほど乗っていたバスが、雪崩に巻き込まれていた。おう、私は降りてよかったね、と友人に言った。すると彼女は、降りなければよかった、と言った。この文以上の何かが隠されているようにはちょっと思えないのだが、ヒント、いや見ないか、ちょっと、ごめんなさいね、ちょっと卑怯なんだけど、これイエスでちょっと様子見させていただきたく。あなたが導き出した真実、心の準備はごめんなさい、全然できてない。これやり方多分かなり卑怯だと思う。友人の言葉の意味は？言葉の意味？殺人、主人公を殺したいか。でも、自分も死ぬよね、雪崩に巻き込まれたね。じゃあ自殺の方が近いとは思う。救済ってなんだ？死こそ救済であると。そういった感じ、割と過激派か？無関心。まあ、それも、あるか。なんとなく適当に言っただけ？いや、なことないでしょ。自殺かな。彼女はバスが事故にあったのは、何のせいだと思っていますか？雪崩のせい、運転手のせい、スキーのせい、下車のせい。雪崩だよな。雪崩の事故にあったんだもんな。運転手の運転が悪いってことね。これ運だよね。スキーは関係ないさ。スキー関係なく、だってバスは運行してるもんでしょ？下車は途中で降りたからなんだよなって話。下車した分あれか？進みが遅れて雪崩に遭っちゃったっていうこと？それはありそうだな。とりあえず雪崩で行くか。どうやら違うようです。ちょっと下車の話してみるか。下車をしたことに対してバスが事故起きたって思ってるなら、私が殺したようなもんだっていう感じか？私が下車をしたせいでバスが事故にあったんだと。違うか。ちょっともう一回読んでみますね。ごめんなさい。これはわからん。ちょっとヒント、1、2があるから、どっちなんだ？ 2 の方があれか、確信に迫ったヒントかな。こっち見させていただきたく。登場人物の気持ちを答えろってやっぱ難しいな。友人は死にたいわけではありません。ああ、じゃあやっぱり自分が下車したせいで、なのか？これちょっと勢いで見るわ、ヒントにも。彼女たちが下車しなければ、バスは何事もなく進んでいました。ああ、いや、じゃあ下車か。下車はじゃあ合ってる。二つ目の選択肢、一つ目がじゃあ何？無関心？自殺？救済？救済？救済のちょっと意味がなかなか、幅が広くてわかんねえけどな。ちょっと、もう、しらみつぶして行ってみるか。あ、救済だったのか。自分が殺したっていう考えではなく、自分が助かっ、いやでも救済はやっぱ、なんか違和感もないでもないが、自分たちがバスから降りなければ、バスはそのまま進み、雪崩に巻き込まれることもなかったかもしれない。友人はそう思い、降りなければよかった、と言ったのだった。下車しなければ、バスは無事だったのか、それは誰にもわからない。まあ、友人のせいでは、ないよな。言葉は実に難しいですね。彼女の両親が隠れておりました。
自分も死にたかったわけではありません。お次はお風呂に関する物語。不自然さをお楽しみください。楽しめる物語なんだろうか。いや、この鹿腹黒いな。まずそう。あなたはお風呂に入ろうとしています。あなたはホテルに泊まっています。ツインベッドの部屋を予約しましたが、泊まるのは自分一人。なるほど、他に部屋が空いてなかったんかな。これからお風呂に入ろうと準備をしていましたが、突然ガタンとクローゼットの方から物音がしました。中を見ましたが、中に誰もいませんよ。ガタ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 。怖くなったあなたは、部屋の電気をつけてお風呂に入ることにします。お風呂に入ってる今度は、誰かに見られているような視線を感じました。こんなおっさん覗いて何が楽しいのさ。振り返っても誰もいません。さっさと体を洗い、お風呂から出たあなたは、部屋の電気をつけて、誰かいる。部屋の電気、つけていたはずでは。もちろん返事はなく、あなたは立ちすくむばかりでした。今回は気がついたよ。今回は多分普通に気がついてたと思う。多分、おそらく、まず間違いなく。ただ、質問のこの選択肢が結構難しいんだよな。怪しい点は、ホテル、お風呂、電気ですね。これは電気。誰の仕業？これ二択なのか。自分？つけたつもりがつけてなかったとかいう、ちょっと健忘症的なやつはめちゃめちゃ怖いけど。この選択肢だったら、ま、ギリ幽霊じゃなきゃ説明つかないよな。これはなんだ、ベッドメイクに来たホテルマンとか、あとは不審者とかっていう可能性はないだろうか。幽霊なのか。まあ、むしろ不審者よりは安心できたかな。電気をつけてお風呂に入ったはずなのに、お風呂から出ると、電気は消えていました。消したのはもちろん自分ではありません。この部屋を早く出た方がいいかもしれませんね。物音や視線、そして決め手は電気。この部屋は明らかにおかしいです。皆様も泊まる宿にはご注意くださいませ。お次も少し怖いお話です。一人暮らしの皆様はご注意くださいませ。ああ、今回ようやく一発通過。なかなか気がつかないもんだね。では続いて一人暮らし。あなたは一人暮らしの女性。仕事が終わり、疲れて自宅に帰ってきました。よし、私は女性。女性。仕事帰り疲れた女性。よし、なりきった。いやー、今日もおつぼね様のお小言、参ったぜ。あなたは都内に住む一人暮らしの OL。今日も疲れて家に帰ってきました。あー、疲れたー。そう言ってリビングにあるソファーでゴロゴロしています。お水を一杯飲んで SNS をチェックし、新着動画を見ると睡魔が襲ってきます。せめてメイクは落とさないといけないのに。気がつけば次の朝。やば、寝落ちした。早く出勤しなければ間に合いません。あなたは慌ててベッドから、寝落ちなら多分ソファーじゃないかな。無意識の可能性もゼロではないが、昨日のメイクも落とさずに、昨夜のメイクはおかしいか。昨夜落とし損ねたメイクならわかる。途中で入れ替わった？主人公。いや、それもなんだか変な話だな。そのまま出勤するのでした。なんかすべてが怪しく見えてきたぞ。よし、いい感じに。ちょっと整ってきましたよ、私も。気がつきましたか？いや、気がつい、多分、そうだと思う。正しいかどうか、今から私がいくつか質問します。オッケー、任せろ。隠れているのは、不自然、怪奇現象、殺人。サプライズか。サプライズ。
怪奇現象、不自然。不自然なのは今までの物語大体不自然ではあった。怪奇現象と捉えてもいいか？殺人。ちょっとふわっとしてんな、不自然ってな。サプライズもまあ、サプライズはしたけど、不自然かな。怪しい点は？飲んだ水、新着動画、寝た場所。あ、まあ寝た場所。ソファーは確実に合ってるよね、きっとね。ソファーで寝たけど、ベッドで起きてた。いや、普通に自分で起きて、気がつかんうちにベッドに戻ったんでしょ？あー、でもこれで正解なんだ。家を出てふと気がつきます。あれ、私ソファーで寝たよね。あなたは昨夜、リビングのソファーで寝落ちしました。それなのにどうしてベッドから飛び起きることができるのでしょう。一人暮らしなのに。怖いですね。いやー、あんたのが怖いんだけど。あなたをベッドに運んだのは一体誰だったのでしょう。お次の問題でもまた彼女が出てきます。今回の問題も片隅に挑んでみてくださいね。これはじゃあ続きっていうことでいいのかな。じゃあ終電と、終電まで仕事するのはまあやっぱ何度経験しても辛いよね。あなたは都内に住む OL、 今日も終電で帰ってきました。あなたは都内に住む一人暮らしの OL、 同僚の手伝いで仕事を片付けて終電で帰ってきました。席に座ると睡魔が襲ってきます。終着駅なので寝過ごすことはありません。あなたは少しだけ目を閉じました。お客さん、終点だよ。わ、る、な、ら。隣に座っている男性に肩を叩かれて飛び起きます。男性にお礼を言いながら、ガラガラ、わかりましたね。わかりました。これはね、トイレでもあるね。他空いてんだから、もうちょっと話して用を出せよって。電車から降りてしばらく歩くと自宅に着きます。今日も大変な一日でした。何か気がつきましたか？これは明らかに不自然でしたね。ただこの選択肢がね、結構難しかったりするから、これで失敗する可能性はある。不自然なのはまあ彼でしょうね。正体は強盗殺人鬼ストーカー怪異か。あんま強盗の可能性もゼロではない。寝てるうちにカバンからスッと何かやった。にしては正体明かしてんのが不自然だよな。殺人鬼だったら、まあ、今のうちに刺されててもおかしくなかったわけだが、でも電車内で刺しはしねえか。ま、一番はストーカーかなと思うけど、怪異の線もね、てか怪異だったら私が嬉しいんだ。まあ、ストーカーかな。前回の文も踏まえてって言うから、もう合鍵作られてるよね、そう考えると。ああ、ストーカーがじゃあ気利かせて、ベッドまで運んだのか。気持ち悪。ガラガラの車内で隣に座ろうだなんて普通思わないですよね。わざわざ彼女の降りる駅まで隣にいて起こしてあげて。彼は彼女のストーカーでした。先ほどの問題のことも考えると、彼女は警察に連絡すべきですね。女性の皆様は痴漢もありますから、車内で寝ないようご注意くださいませ。さて、お次はさらわれた双子の物語です。さらわれた双子か、ブラックラグーンかな。双子の男の子たちは何者かにさらわれました。一卵性双生児の男の子が何者かにさらわれました。誘拐された双子は犯人によって口をガムテープで塞がれています。双子の弟は怖くなり、その場から逃げ出そうとしますが、逃げるな、兄がどうなってもいいのか。犯人の声で弟は動けなくなり、素直に捕まってしまいました。双子は助けを待っています。
今回気がつかなかったなぁ。何か気がつきましたか？ごめんなさい、ちょっと、なんか、変な風に読んでしまったから飛ばしたかもしれん。普通に読み直しましょう。バックログでもいいけどね。気がついた方はちょっと飛ばしていただければなと。はい。一卵性双生児の男の子が何者かにさらわれました。あ、これ分かったかもしれん。分かったな。これ分かったわ。わざわざ一卵性双生児っつってんだからね。はいはいはい。双子の弟は怖くなり、その場から逃げ出そうとしますが、逃げるな。なんで兄と弟の見分けがつくんだって話。これは、どうなんだ？身内？親か知り合いか友人かはわからんが、多分そういうことでしょう。一卵性双生児の、まあ、双子、見分けはつくといえばつくんだよね。ただ、初見だとわかんないよ。私の知り合いいるけど、怪しい行動をしているのは、犯人ですね。双子と犯人の関係は知り合いです。オッケーオッケー。これすっきりした。うわ、すっきりした。失礼、ちょっとカットしてみました。一卵双生児の双子は見た目がそっくり。どうして兄か弟かなんて分かったのでしょう。それは犯人が双子をよく知る知り合いだったから。近所に住む知り合いの男性が男性でした。おや、サイレンの音が聞こえてきました。まあ、捕まったのか。あなたの見事な推理のおかげで、無事犯人を逮捕することができました。知人だからと油断はいけませんね。鹿が褒めてきたんだけど、双子もこの事件で反省しました。事件も解決し、一段落したところで、おじいさんのおかしなお話です。いや、今の気持ちよかったな。今のはよかった。ちょうどここら辺で折り返し。かなぁ。よし、ちょっといい感じに私もね、頭がこう切り替わってきたぞ。謎解きモードに。では続いて、おじいさん。あなたは街を一人で歩いています。私徘徊してんの？あなたは街を一人で歩いていると、目の見えないおじいさんが私がおじいさんではないのか。はいはいはい。自分の家から本屋まで来たのはいいものの、道に迷ってしまい帰れずにいたのです。あなたは親切心でおじいさんを家まで案内することにしました。はい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 。ああ、失礼しました。途中気になるショーウィンドウがあったので立ち止まり見てましたが、自分の案内していたことを思い出し、慌てておじいさんの元に戻ります。これは別に開業で縦読みじゃないよね。あ、ダメだ。全然切り替わってねえ頭。おじいさんごめんね、お待たせ。幸いおじいさんは赤信号の前で止まっていました。家まで送ってくれてどうもありがとう。美味しいケーキがあるから食べていきなさい。なんていいことをしたのだろう。あなたは最高にハッピーです。情けば人のためならず。いや、違和感はすげえ全体的にあったんだけど、主人公の行動もおじいさんの行動も違和感だらけだったんだけど、ちょっとごめんなさい。違和感だらけだったからこそ、一回読み直しますね。あなたは街を一人で歩いています。はい。目の見えないおじいさんが迷子になってんのよね。はい。自分の家から本屋まで来たのはいいものの、道に迷って帰れずにいたのです。ま、目が見えなくっても、まあ、杖とかさ、うまく使って、まあ、見知った道をね、歩く人っていうのは、まあ、いるもんだからさ。これはなんだ、好奇心に負けて、新天地へと旅立った結果迷子になったのか、それとも、また別の何かか、度忘れか家の道を。どのぐらいお年を召してるのかわからんが。あなたは親切心で、おじいさんの家まで案内することにしました。本はね、まだわかんない。展示の本買ったかもしれないからね。はいはいはい。で、このショーウィンドウがあったので立ち止まり見ていましたが、自分が案内していたことを思い出し、ちょっとうかつすぎんか私。で、おじいさんは、赤信号、いや、これも確定情報はないんだよな。
なんかこう青になったらピヨピヨってなるタイプの信号かもわからんし。家までくれ、送ってくれてどうもありがとう。美味しいケーキがあるから食べていきなさい。まあ家にケーキがあることぐらいは把握しとるわな。なんていいことしたのだろう。あなたは最高にハッピーです。主人公が老人を狙った殺人鬼みたいな。まあ違和感はおじいさん実は目見えてねっていうところが一番怪しくはあるんだけど。なんかそれ以外にも不自然な点がいっぱいあるからな。まあ一旦じゃちょっと第一候補、あからさまに怪しいおじいさんので。理由をつけるものは、案内、親切心、赤信号、かな。あ、目見えてんのかやっぱり。おじいさんは目が見えないのに、本屋で本を買っていました。ああ、それは普通に展示の本とかではなかったのか。私がちょっと深く考えすぎたわ。もしそれがプレゼントだとしても、目が見えないのに赤信号で止まれるのは明らかに不自然。おじいさんは目が見えないふりをしていたのです。なぜ？どうして？怖い。赤信号で止まらないのは牛くんだけだよな。ケーキは食べない方がよろしいかと。身の安全は保証しかねます。さて、お次は手紙にまつわる物語。最近手紙を書いていますか？もうね、スマホなかったら全然漢字がね、浮かばんのよ。全部ひらがなになっちゃうよ。では続いて手紙。あの子からの手紙か。ロングラブレター。長い小日文。あなたには気になる人がいます。そんなある日、彼女の方から声をかけられました。あなたは小学生の頃、いじめっ子でした。いきなり不穏だね、一行目から。中学生になる頃、いじめはやめました。友達も増え、成績も優秀、気になる女の子もできました。いつ告白しようかとドキドキしていた時、気になるあの子から声をかけられました。これ、私の気持ち、お家で開けてね、と、ピンクの封筒に入った手紙をもらいました。何が書いてあるんだろう。あなたはドキドキして封を開きました。やらからさなあかまさハート。ややるあゆるころしゆるゆる殺し鬼殺しみたいな。やゆえよじゃないのか、やゆよか。よ、る、こ、ろ、し、に、い、き、ま、す、夜殺しに行きます。あなたに会いに行く。今からそっちに行くぜ。全く意味がわかりません。あなたは頭を抱えてしまいました。いや、ま、今回は気がつくもクソも何もないわけだが、なんか今までとだいぶテイストが違ったぞ。普通に謎解きをしてしまった。これは、ま、がっつり脅迫文ですよね。隠された意味は SOS、一種告白、脅迫文だね。危機が迫っているのは、まあ、私ことあなたですね。まあ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 、これは何のひねりもなかったけれども、彼はスマホ入力中に気がつく。夜殺しに行きます。あー、スマホのなんだガラケーみたいな入力方式だとわかるか。フリック入力とかキーボード入力だと逆に気がつかんだね。もしかして彼女は過去にいじめていた女の子。閉じまりをしっかりして寝ずに朝を迎えるのであった。え、過去にいじめていた子かどうかはさすがにわかんないか。これ忘れてるんだとすれば相当クソ野郎だぜ私。私ひどいやつだな。朝を迎えた。ええ、彼は無事です。彼女のちょっとしたジョークでした。過去にいじめられていたのが彼女かは分かりませんが、こういう冗談は心臓に悪いですね。これ普通に警察行ったら捕まるかな。さてお次は家族サービスのお話。ドライブに出かけましょう。
家族サービスでドライブで出走。では続いて家族サービス、そろそろ物語終わりが近づいてきたな。エピローグとかあんのかしら。あなたは一家の大黒柱、妻と子供を連れてドライブに出かけます。あなたは妻と子供を連れてドライブに出かけています。はい、運転しているのはあなた。妻と子供は後ろの席に座っています。パパ、ドライブに連れて行ってくれてありがとう。You're welcome。 息子はキャッキャと喜んでいます。しばらく車を走らせ昼食を取り、高速道路に入りました。あなた、安全運転でよろしくね。あなたはハンドルをしっかりと握ります。すると目の前に何かが横切りました。なんだ。何か白いものが横切り、そのまま後方へと駆け抜けたように。逆走？主人公の方が？それとも白い何かの方？見間違いかと思ったのですが、気にすればするほど気のせいではない気がしてきます。思い切ってバックミラーを確認したあなたはほっとしました。なんだ、何もないじゃないか。あなたは胸を撫で下ろしました。気がつきましたか。いや、違和感はあるけど、白い何かが、まあ、気のせいだったっていうことは気がつきましたけれど。あ、いや、なんだろう、これはね、はっきりとこれだっていうのが全くないわ。ちょっともう一回読みますね。バックログでもいいけど、もう一回読みますよ。大黒柱でござす、ござす。はい。で、運転してるのは私。後部座席には、まあ、妻と子供が乗っていると。子供は一人、妻も一人でいいのかな？はい、喜んでくれています。昼食を取りました。昼食はどこで？車の中で？高速道路になりました。これで実は、助手席の方に誰かが乗ってるとかっていうのは何も考えなくていいか？あー、ダメだ。ちょっと待って。全然切り替わってなかった頭。ハンドルをしっかりと握ります。何かが横切りました。はい。なんだ？何か白いものが横切り、そのまま後方へと駆け抜けたように見えたのです。気のせいではない気がしてきます。はいはい。思い切ってバックミラーを確認したあなたは、ほっとしました。はい、ほっとスナック。なんだ、何もないじゃないか。バックミラー自体がないとか。後部座席がもうすでにない。半分切られてる。いやいやいや、意味がわからないわ。あなたは胸を撫で下ろしました。いや、わからん、わからんな。これはわからんな。ちょっともう一回見てわかんなかったらヒント一個。あー、ダメです、ダメです。ちょっと考えすぎて泥沼余ってきてる。ヒントまず、1から。白いものは関係ないんかーい。気のせいだったのか？え？え、気のせいで終わらせんの？それはそれでちょい違和感が。ヒント2。後ろには何かあったはずです。まあ、妻子がおったよね。え、さすがに人いなくなってたら気が、鈍感なんかな、私。え、マジで？え、後部座席に座っていた人がいなくなった？それとも車やっぱ半分になってた？ちょっとこの質問だけかな。あ、誰がおかしな発言をしていますか？今の私の予想だった場合は、あなた、私なんだが、消えたものは、あなた、ハンドル、それはヒヤッとするわ。高速道路、あ、バックミラーより後ろって言うと私自身もそうなるな。妻と息子、これ高速道路自体なくなってたらそれめちゃくちゃ怖いな。世界の終わりだよね。まあ、妻子かな。あ、そういうこと？乗った時にはあったはずの妻と息子、サービスエリアに忘れてしまったのでしょうか。それとも、え、乗った時にいたんだったら置き忘れってことはないでしょう、二人を。白い何かの仕業か、それとも父親か。妻と子供の行方は誰にもわかりません。あ、これは未解決事件なんですか。
さてお次は鍵にまつわるお話です。鍵はしっかりかけましょうね。あー、家族サービスの話はちょっともう一声欲しかったな。じゃあ続いて鍵。家の鍵？車の鍵？家に帰ってきたあなたは困っています。あなたは帰ってきて家の前で気がつきます。あ、鍵がない。カバンの中やズボンのポケット、自分がしまいそうなところを探しましたが、どこにも見当たりません。仕方なく大家さんに頼んで家の鍵を開けてもらいました。部屋の中で一服するとテーブルの上のものに気がつきました。鍵、家に忘れたのか。がっつり違和感だが、あなたはガハハと陽気に笑いました。ある程度のことを陽気に笑い飛ばせるならいいけど、これは鍵をもう持ってそもそも家に出てなかったっていう可能性もあるし、誰かが鍵を拾って入ってなのかな。鍵を閉め忘れてたのとすれば大家さん気がつくよね。いや、大家が怪しいか。いや、その可能性あるな。でも大家だった場合はそんな工作する必要も特にないわな。ま、鍵はじゃあ閉まっていたと考えるのが無難だよな。だとすると質問によるか、どこがおかしいですか。家の場所がおかしかったらそれはもうあらゆるものが前提が崩れるよ。鍵の位置だね。カバンの中、大家の行動、大家の行動が怪しいっちゃ怪しいのかもしんない。あの、鍵がもし閉まってなかった場合はね。ただ今は確実に鍵の位置だと思う。あなたの気がついていない点は、気がついていない点？不審者。あ、まあ、その可能性はあるよね。不審者が鍵を拾って、中に入って、で、鍵が閉まったのすれば、部屋の中いるよな。それが一番怖いわ。扉、鍵がそもそも閉まってるか閉まってないか。いや、今は閉まってる前提で私話してます。大家も怪しいけど、それはちょっと後回しなんだ。忘れ物はまあギリ気がついたんだよ。家帰ってきて。ギリ扉の前で気がついた。不審者かな。ああ、家の中いるんだこれ。ベッドの下の斧男。ベッドの下か天井裏かクローゼットの中か。失礼、またまたカットしてました。誰かが内側から鍵をかけてテーブルの上に置いたことになります。あなたがのんきに笑っていることが心配です。まあ、ここまで豪快だと、むしろ問題ない気もしてきた。案外何も気がつかなかったあなたは、何事もなく生活しているかもしれません。さて、お次は少し変わったお話。忘れ物に関する物語です。鍵は変えないとね。では続いて忘れ物。あなたは彼女の家に急に遊びに来ました。彼女が慌てています。これは、なんだ、額縁だけを飾る趣味なのかな。急に来てごめんね。遊びに来ちゃった。あなたは彼女の家に遊びに来ました。突然びっくりしたよ。彼女も慌てていましたが、喜んでる様子。しばらくして彼女はトイレに行きます。その後、すぐあなたはトイレを借ります。すると、忘れ物しちゃった。ね、扉開けて。と、彼女の慌てた声が聞こえてきました。あなたはトイレットペーパーホルダーの上、トイレの床、トイレの中、周りを見ましたが、忘れ物は見当たりません。何を忘れたの？何もないよ。あなたは言いましたが、彼女はいいから開けて、の一点張り。あなたはそのまま用を足して、便座を下ろして、トイレを出ます。彼女の顔は真っ青でした。全然気がつかなかったんだけど。どこを探したっけ？もう一回ちょっと見ますか。イエス。
忘れ物ねえ。急に遊びに来たこと自体は別に問題ないか？突然びっくりしたけど、喜んではいる。じゃあここまでは問題ない。やっぱトイレの中か。トイレに行きました。そのすぐは、と、トイレを借りますと。まあ、私のデリカシーがないっていうのはあれかもしれない。忘れ物か。ただ、ホルダーの上、床、トイレの中、中も見たのね。じゃあ流してはいるね。タンクの中とか、タンクの中に銃があって、とか、そういう相棒の年末スペシャル的なものはないのか。忘れ物は見当たりません。はい。何もないよ。あなたは言いましたが、彼女は、いいから開けて、の一点張り。バリバリ。バリバリ。あなたはそのまま用を足して便座を下ろしてトイレを出ます。便座しっかり下ろして偉いね。彼女の顔は真っ青でした。気がついたとも言い難いけど、いや、ま、選択肢次第か。ちょっとこれ、ヒント見ずに先にちょっと選択肢見ようか。導き出した真実が正しいかどうか。はい。ちょっと私も半信半疑ではあるが、彼女の忘れ物は、スマホ、盗撮目的だったとしたら、まあ、スマホもあるんだが、じゃあ忘れ物したって回収しに来るのもおかしいよな。あとこういうのは、まあ、浮気の隠蔽とかかな。床にこう、なんだ、別の知らないやつの、こう、毛が落ちてるとかそういった可能性もあるけど、そんなんま、割と気がつかもな。棚を忘れた。これは不思議だね。芳香剤と、まあ、それと便座カバーですね。便座？便座か？便座なのか？隠しているのは、あったわ、性別。おー、性別あったか。これ、どう解釈すべきだ？お金を隠した可能性もなくもないし、浮気は一番あり得るっちゃあり得るし、犬は意味がわからんぞ。いや、これ性別でしょ。便座上げて用足したんだね。いや、別に、女性が便座上げて用足しちゃいけないとは言わんけれども。トイレから出て彼女は真っ青でした。見た。彼氏のあなたは鈍感なので気がつきませんでした。便座を下ろしたのは一度だけ。彼が入った時は上がっていた、ということになります。直前に入ったのは彼女。彼女の性別は男でしょう。お気の毒です。彼氏は鈍感なので、気がついておりませんが、この関係もいつまで続くかヒヤヒヤしますね。さて、ラストの物語になりました。とっておきの旅行のお話なんていかがでしょう。ああ、とうとうラストか。次はどこへ。あなたは次はどこに行こうか悩んでいます。おとといは山奥へ足を運んだ。自然を感じてとてもいいところだ。何、死体でも埋めに行った？昨日は海に足を運んだ。少し遠かったけれど景色が綺麗で何より潮風が最高。コンクリートに詰めて足沈めた？今日はどこに行こうか。いや、あってねえか、これは。頭を抱えた。どこかいいところが思いつくかな。まあ、やはり湖に船乗りますかね。ナイスボートいたしましょうか。いや、これは正解でしょ。まあ、ラストチャプターだからね、むしろ王道的なところに行ったんだと思いますが、旅行者かもしれないですね。まあ、人の部位とかをね、いっぱい持ってる、こう、キラヨシカゲ的な、そういう旅行者なのかもしれん。まあ、殺人鬼の可能性は一番あるけど、ぶっちゃけ一番つまらない。あ、お花屋さんの可能性もありますね。人殺して葬式があったら、花屋が儲かると。マッチポンプ。ああ、俺は富武。あ、普通にカメラも選んじゃったし。なんだ、ネタ出してしまった。違う、選びたかったんじゃないな。誤爆したんだよ。彼は何を持っていますか？まあ、カメラマンですからカメラですよね。どうやら違うようです。違うんだ、カメラマンはね、きっと埋められる方なんだよ。一つ目の選択肢は、まあ、無難に殺人鬼でしょうね。で、死体を持っていると。
運んでいた足はあくまで他人のもの。山に右足、海に左足を隠していた。あ、逆かと思ってた。山にやっぱ左足かなって私思ってたけど、固定観念は捨てなきゃダメだね。抱えていた頭、もちろんこれも他人のものだ。彼は殺人鬼であった。驚きましたか？まさか運ぶ足が他人のものだなんて。予想外だったことでしょう。予想外です。言葉で騙されないようお気をつけください。最後は、ああ、エピローグだね。では、まあ、皆さんも鹿とね、まあ、しっかりお別れをしましょう。鹿なだけに。この館のすべての謎は解明されました。不思議な出来事、奇妙な行動。そのすべてには理由があり、何かが隠れています。今のあなたなら、それもきっと、読み解くことができるはず。この世界には謎は満ちているのです。新たな物語が集まれば、またこの館も姿を現します。それでは、また。お会いできる日を楽しみにしております。